えー、ではこれより、えー、第一部最終報告会に入らせていただきます。えー、まずはじめに東京理科大学特任副学長高柳秀明より、えー、総合研究員についてご紹介をさせていただきます。高柳学長お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆様おはようございます。えー、あのまず総合研究員のお話をするということなんですけれども。 今日お話でございます2センターの報告会ということでございますけれども、その2センターも含めて研究部門が多く集まっております、この総合研究員という非常に理大独特の組織でございますけれども、そのお話をさせていただこうと思います。失礼、ちょっと私、あの皆様のいらっしゃると思うんですけど、花粉症でして、少しあの気苦しいところがあるかもしれませんけど、ご容赦お願います。えーまずあの 総研究にに、行く前にです、ね、理科大の精神というのを、まあ、皆さん、多分学生さんも教育職員の方もよくご存じだと思いますけれども、もう一度あの外部の方も含めてちょっと反省してみたいと思うんですけれども、まずあの理科大というのはです、ねえー、東大に続いて日本で2番目に古い理系大学でございます。で 東京物理学講習,講習所ですね、として創立されました。で、その計画の精神でございますけれども、医学の普及をもって国運発展の基礎とするという、まあ、非常に旧壮大なことを述べておりますけれども、まあ、これに向かって140、今年は140周年ですね、あのそれなりに頑張ってきたつもりでございます。で、教育方針ですが、これもあの、 えよく内外で言われておりますように、理科大学校に書いてございますえ。実力主義というものを標榜しておりまして、まあ、あの非常にあの卒業、あるいはその、えー、上の年数に上がるのが厳しいかもしれませんけれども、それをあえて実施して、厳しい教育をしておりますで。教育研究理念でございますけれども、自然人間社会と、えー、これらの調和的発展のための科学と技術の創造。 理系大学でございますけれども、単に理学だけでございませんので、もちろん工学もございます。そういう意味で、科学と技術ですね、この融合を図っております。で私どもの大学でございますけれども、えー、分野ういった研究で書いてございますけれども、学部学科はですね、えー、7学部ございます。で学科はの31という非常に大きな大学でございます。 この中にはあの、まあ、理学部の第一部から始まって、ずっと工学部うんぬんございますけれども、今日はこれすべてあのご説明いたしませんけれども、あのほぼ理系の、まあ、工学系も含めたすべてをまあカバーしているといって、過言でございません。唯一あの、えー、カバーしておりませんのは、あの医学部でございまして、これはあの私どもの学校にはございません。で大学院でございますけれども、奈、え、良、ー、研究科から30選考ございます。 これもですね、最近の大学の傾向として、だんだんと大学から大学院大学へという傾向でございますけれども、私ども,も、この方向に向かって、今、一生懸命大学院を力強くしようという努力をしておりますで。研究機関でございますけれども、後でもう少し申し上げますけれども、8研究センターと31の研究門がございますで。これも後で申し上げますけれども、この研究門の中にですね、研究機関には、 あの、理科大のほぼ6。六、七割ぐらいの先生が、え尽、ー、くしておられます。これがあの、まあ、理科大をさっと見た、あの。構成というございます。ございます。失礼。で、研究力でございますけれども、まあ、あの、これは、あの。世界とか、えー、日本全体というと、なかなか難しいものでございますけれども。えー、まず、あの、私立という観点から見させていただきますと。 引用論文の高いということでございますけれども、この中では、理科大は私立の中では、慶応、早稲田、近畿大について、4番目にランクしてございます。で中身はですね、分野別でこれ見ていただきますと、あの例えば、次第では工学系は1位でございます、から材料は2位、今日お話ございますね。あの 島先生の材料も含めて材料2位、化学は2位、数学2位とであの、宇宙カードですけれども、まだあのスペースクローー研究センターを実はまだ始まって3年、からもちろん今後継続して大きく発展するわけでございますけれども、ここはまだ6位でございますけれども、ぜひ今後、これを6をですね5、4、3、2、1としたいと考えてございます。 で研究推進体制でございますけれども、えー、池田の中には、研究推進機構というのがございます。で、一番最後にあい挨拶いたします、えー、副学長の藤代が、この機構長を務めております。で、この機構のもとにですね、これも一番最後に申し上げますけれども、URA という研究戦略産学連携センターというものがあります。それから、えー、生命科学研究所というのがございます。 岸センターと申しますのはです、ね、大学全体で共通に使ういろんな大型の、えー、研究機器がございますけれども、実験機器がございますけれども、それを管理しているセンターでございます。で、この中で非常に研究に特化しているのが、この総研究院でございます。で、この総研究院の院長を私が拝命いたしまして、この3年間やってまいりました。で、あのこれからお話しいたしますけれども、 あの総合研究員というのは、あのかなりその、えー、大学の中でも、日本全国見ても、独特な組織でございましてあの、例えばキャンパスとか、あるいは学部とか学科の、なかなかその垣根というのはこすらいものはございますけれども、この総合研究員は、それを横口にした組織になっておりまして、まあ、あの100%成功しているとは申し上げられませんけれども、かなりの割合で、非常に横の連携がうまくいっている、非常に稀有な組織だと思っております。 総研究院はですね、歴史をちょっと申し上げますと、1981年に設置されました総研究所というのがございます。それが2005年11月に総研究機構に開始されていましてで、15年の4月に総研究院として開始されましたで。現在は6研究センター、まあ、これはあの 一応、その期間は原則5年となっております。もちろん5年でパッと切るわけじゃございませんので、その成果によっては継続もございますし、あるいはそれで終了ということもございます。から、研究部門は2重ございます。これもあの原則3年でございますけれども、これも当然成果がのあの、非常に良い,い成果が上がっていれば当然継続もあります。で、2、共同利用、共同研究拠点。だから 懇談会と申し出すのは、これは、あの、あんまりそのテーマを深く、深く、深くはありますね。むしろ、あの、限定しないで、皆さんで、まあ、ワイガヤで一つのことをテーマを議論して、まあ、わい怖き早いっていう感じなんですけども、その中から新しいテーマを発掘して、それを、えー、研究部門、あ将来的には研究センターに持っていこうという、そういう、いわばその、本当の意味ではあ、懇談会という、非常に楽しい組織でございます。それが、あの心図でございます。 で先ほど申し上げたように、学部研究家の壁を越えて、あら、キャンパスの壁を越えて、異なる学問分野の教員が連携し、学際型、分野横断型の研究を推進しております。私どもの大学は、北海道を含めて4つキャンパスがございますので、あの学部、学科の壁もございますけれども、そのキャンパス科の壁も結構大きいんですが、そこを乗り越えて、あの連携を進めております。特にこういうあのコロナの時代ですと、 このかですね、この課の時代ですと、まさしくそのネットワークを使ったいろんな連携が可能でございまして、逆にそういうことをうまく利用して、さらにキャンパス間の融合も図っております。で、え学内の三角教員、研究員、約350名、私どもの大学には約700名強の教員の方がいらっしゃいますけれども、そのうちの350名、約半分ですね、が、この総研究員に、けんたんで、兼務で即しております。 ほかに、えー、ほぼ外部ですけれども、客員、検員、教員が約210名いらっしゃいます。ですから、トータルで560名ぐらいの非常に大きな組織になっております。で、あのこの、失れ総研究員の組織でございますけれども、これはあの2021年3月1日現在の組織でございますけれども、あの 私が委員長をしております、その大元の総研究員がございまして、その下に研究センター、6つございます。で、研究分は、先ほど申し上げたように20ございます。で、共同利用、共同研究拠点が2拠点ございまして、最後に先ほど申し上げた、あまあ、Y が屋の懇談会がこのつございます。で、まあ、これは、あの、下から上へ上がっていくってことは、必ずしもうまくいくか分かりませんけれども、 一応、系統的にはです、ね、あるいは組織的な大きさとしても、懇、ま、談、あ、化から始まって、それが研究部門に成長し、将来的には研究センターへということも考えてございます。ただ、あの場合によっては、例えば直接懇談会から、えー、研究センターへとか、あるいは研究部門を経ないで、人が集まって大きいテーマがうまく成熟しようとすれば、研究センターをすぐに立ち上げるということもございますので。 あのこれがあの決まったルートではございません、ただ一応こういうあの、まあ、下の緩い方から上の大きい方までという組織構造を作ってございます。でこれはあの後であのお話もちろんございますからあまりあの詳しいお話はいたしませんけれども、そのうちの一つが、えー、光触媒国際研究センターで今日お話ございます。研究力の中の中一番 私どもは総研究員のら目玉の一つでございまして藤島先生を中心にして作られた非常に強力な研究センターでございますでまあこれはもう私があのお話しするよも後であの先生ご自身がお話しされますんでまあ詳しいことも申し訳げませんけれども今や日本じゃなくて世界的にもこの触媒は広くあの利用というか応用されてございますで このセンターのもとにですね、光触媒研究推進拠点というのがございます。これはこのセンターをまあとまあ、重複はしてございますけれども、この中で例えばあの国際連携、サクラサイエンスとかの国際連携やってございまして、これは人材育成ですね、それから、砂、え、漠、ー、連携、これは、あのこれも後でお話でございますけれども、非常に多岐にわたる、えー、製品開発に企業様と一緒に、あの邁進しております。で、 この光触売センターのもとにあります通信拠点でもって光触媒科学技術産業のさらなる発展を目指しております。で、このセンターはあの今年度でもって一応終了するわけでございますけれどもあの終了といっても別に完全に終わるわけじゃございませんのでこの発展的な話があったでございますけれどもあの一応まあ,あの形の上では今年度で終了となるわけであります。 スペースコロニー研究センターでございます。これも後であとできちんとしてお話ございますね。あのです私のほうからはごく簡単に申し上げますけど、まああの、宇宙環境の情勢と、あるいはあの向上と、それを地上へどうやって反映するか、その2点からなっている、非常にあの極めてユニークな研究センターでございます。で、このセンターのお話はあとでございますけれども、研究もやっておりますし、それからあの産学連携云々も これから頑張るところなんでございますけれども、もう一つは実は、あの宇宙教育という観点からも非常に頑張っておりまして、あの外部の高校生、確かにあの数は、あるいは、うちの学内の生徒ですね、数は限られておりますけれども、非常にユニークな教育を行っておりまして、あのまあ、あの非常にあの特色ある教育ということでございます。これは先ほどの文科省の方からもおっしゃっていただきましたけれども、でこの教育は研究も含めてぜひ継続いたしまして、 このセンターは、これも一応形の上では今年度で終了でございますけれども、事例でう大きく発展する予定でございます。それはあの後でお話があると思います。で、今日はお話ございませんけど、もう一つの,あの研究の目玉の一つが、ウォーターフロンティアサイエンステクノロジー研究センターということでまして、これはあの広くあの水という切り口から実はあのナノメーター、マイクロメーターから。 何キロメーターていうその非常に何桁にわたるスケールにわたって水の研究と応用を考えております研究センターでございます。ここにはあの主にその水の応用的なことをあるいはあの大きいスケールであることが書いてございますけれども実はこの中に先ほど申し上げたようにナノメーターマイクロメータースケールの非常にあのきちんとしたミクロスコピックな物理学の研究あるいは化学の研究もやっております。で 目的はあの水の基礎科学の確率でございまして、これはあの今日はちょっとあまり詳しくは申し上げませんけどこれも非常にあの世界的にも国内的にも注目されているセンターでございまして、これも実は形の上ではやはり今年度終了でございますけれども、来年以降、新しい形で発展する予定になっております。これがあのまああの先ほど申し上げた 六研究センターと二重研究門でございまして、すべては申し上げられませんけど、そのうちの。え、三つの研究センターについて、ごく簡単に申し上げました。あ、申し訳ございました。失礼。野菜科学研究所、これはあの。非常に、あの、理科大独特でものでございまして、あの。世界にも類未来、あの、火災科学の研究拠点でございます。これはあの。実際に、その。火災、疑似火災を起こして、研究するとかですね。そういうところまで持っている、非常に大きな施設でございまして。 あの実際にあの外部の方、研究機関、あるいはいろんな例えば消防庁、うんからもいろいろございまして、火災研究を実際にやっております。それから、例えばこの家具とかこの電気製品が燃えたらどういうその悪いガスが出るかっていう、そういう類の研究、あるいはあの防火ですね、このドアがどの程度大丈夫かっていう、そういう類の委託研究などもやっておりまして、広くあの火災に関する非常に大きい研究をやっております。 最近はあの高層ビルの中での火事っていうのは非常に問題になっておりますけれどもそういうことに関しても非常に多くの知見をあの世の中に与えております。まああの火災っていうのは非常にまあ実はあの研究の分野として非常に広くございましてここに書いてございますように非常に広い分野をカバーしておりますのであのここだけでも非常に面白い話ができるんですが今日はまあ,あのこのぐらいにさせていただきますけれども三毛台独特の、まあ、世界独特の 日本唯この総合研究員の中の研究体制の進展がどうなっているかと申しますとあの先ほど申し上げたようにあのこの人通りではございませんけどもただあの一応これが一つの流れになっておりましてあの一番下に懇談会真ん中に研究部門で一番最後にあの大きいものとして研究センターというのがございます。 本段階はあの先ほどもおっしゃったように一、まあ、つのテーマのもとにイガヤで何となくこう議論して話を楽しむというところでございますけれどもで研究部門は一つのテーマのもとに10名20名の先生が集まりましてあの3年間で研究を進めてまいりますでその下にはあの外部のアドバイザリー委員会というのを設けまして絶えずきちんとした評価を受けておりますからセンターはもっと大型なものでございましてこれは大型の外部資金をも 来ることによっててて初めて可能な組織でございましてこれもやはりアドバイザリー委員会をきちんと設けまして外部評価をきちんとやっております。でこの下には実は猿、えー、の下の力持ちで最後にお話しいたしますけども URA センターっていうのがございます。これがあの一つの研究の流れと申しますか体制でございます。で最後に URA ユーバーシティー・リサーチ・アドミストレーター、URA と申しておりますけど、これについてちょっとお話をしたいと思います。これはあの2014年の4月に設置されまして、全額的に展開しております。で、研究戦略に基づきまして、研究活動の支援から、産学連携活動の推進までを一点になっております。先ほど申し上げた研究推進機構の下に、あのこのセンターがございまして、 コアセンター長がセンター長を務めておりますけれども、そのうち 4, 4つ部門がございまして、企画管理部門、から研究戦略部門、これは研究戦略ですね。理科大の研究戦略をどうやって進めていくべきかということを、まあ、考える部門ですね。から研究、科学、連携、支援部門。これは、例えばあのシーザックスとか研究プロジェクトの支援とか、まあ、あの理科大の先生がどうやって、例えば 外部資金を持ってくるかとかとあるいは知財ですね、これもやっております。から、最後の地域連携事業化推進本でございまして、これは例えばあの、まあ、私どもの大学、まだ決して多くはございませんけれども、すでにいくつか動いております大学発ベンチャーですね、こういうものを支援いたします。あ企業化の支援とかですね、あるいは地域というのは、例えばあの葛飾地区で、あの 地元の企業様とと大学との連携部分を張っておりますです,これはあのですから、この部門は全般、からこの研究戦略部門は事前フェーズ、この産業連携は実施フェーズになっておりまして、でこの最後の部門はまあ自己フェーズという、まあ、そういう国になっておりまして、ちょっと私、都合何あのここにいるかを、属しているか忘れましたけど、まあ、それなりに大きい組織でございまして、非常に大学の、えー 研究まああの同じことを繰り返しでございますけれども URA と何かというと研究活動の企画マネジメント研究成果活用促進を行うものでございましてあの、まあ、この URA っていうのはまだまだこれから実は改革し発展しなきゃいけないでございましてそれはあの大学の,あの研究 教育もそうですけど研究が発展するためには、単に先生方の研究が良くなればいいという話じゃなくてです、ね、先生方を下から支える URL 的な組織が非常にきちんとしていないと、やはりその、産学連携も含めてうまくいかないわけでございまして、そういう意味では二人三脚でこの URL があの頑張ってほしいと思っておりまして、そういうことを期待して、今、皆さんと一緒にあの頑張っているところでございます。で、ポイントはですね、実はこの、ちょっと引き出し書いてございますけれども、あの 決して数は多くございませんけど、各 URL、ER、の構成員の方が、ですね、教員ごとにあの担当しておりますので、まあ、かなり多く、700名近くの教員の方に対して、1対1で、まあ、あの700名はもちろん URL の方ございませんけれども、それぞれ1対1で対応しておりまして、先生に対してきめ細かいその支援、あるいは指導、あるいは指導ですね、それもやっているという組織でございます。それを目指しております。 で、えー、今日は以上で、あの私立大学の独特な側面でございます総研究員二つのこれからお話しいたしますセンターが属しております総研究員についてお話しさせていただきましたどうもありがとうございました。はい高柳副学長ありがとうございました。